恋愛は健康に悪い。読んで。すごい。この顔何この顔。本ため。はい、皆さんこんにちは。それでは本ため始めていきましょう。たくみです。あかりんです。今日の企画教えてください。はい。本ため文学賞2021年下半期受賞作家車仙土裕貴さんに直接ポロシャツ渡してみたー。すごい。さすが一回も噛まずに。いや本当に今めちゃくちゃ緊張しました。言えなかったらどうしようと思って。まあね、うん、オープニングだから何度でも撮り直してもいいけど一発でいきましたね。いやそうやっぱりね、はい、気合が入ってますから。気合が入ってます。はい。今日は直接インタビュー。そう、嬉しいですね。なんと嬉しいですね、はい、あの本ため文学賞のあのねもう受賞作家さんが直接言ってて恥ずくない。恥ずくない自分で言ってて。まあ、ただアカリンがね好きな作家さんを選んだだけですよ。好きな作品を。そうですけど、はい、あの本ため文学賞について一応ご説明していただけますか。はい、そうですね。本ため文学賞はですね、はい、我々本ための MC の匠と、はい、アカリンがですね、はい、勝手に選ぶ賞となっております。はい、はい、僕がですね、ミステリーの部門から選ばさせていただきまして、そしてあかりんが、はい、エンタメと純文学、うん、はい、などから選ぶと。広いんですよ。広いですよ。さあそんな広い中から、はい、今回受賞に、選ばさせていただいた作品を教えてください。はい、それはですね、はい、こちら車仙土裕貴さんの愛じゃないならこれは何という本を、はい、あかりん部門の大賞に選ばさせていただきました。はい、ありがとうございます。いや、いい本。はい、あの改めてなんですけども、じゃあ少し視聴者の方に向けて紹介していただいていいですか。はい、こちらはですね、この本ためをご覧のハードカバーさんならもちろんご存知だと思うんですが、はい、あかりん恋愛小説が地獄とつながってるやつが好きなんですね。ですね、はい。で、うん、そういうお話がたくさん入ってる短編集です。はい、はい、ありがとうございます。あ、短くしようと思ったら短くできるんですね。できますよ。え、一本一本語っていいんだったら今語りますけど。いやね、長くなったら止めようと思ったんですけども。1本目がね、ありがとうございました。ございます、はい、今回直接のお話ができるということなので、はい、そこら辺でね押さえていただいて。そうですね、直接来てくれるんですよ、はい、嬉しくないですか。前回はね、似たどり先生に、僕の部門でね、はい、させていただいた、はい、推理大戦似たどり先生来ていただいてね、うん、いろいろお話聞かせていただきましたけど、はい、今回もね引き続き作家さん直接ねいろいろといろいろと、はい、できるということで。いや、直接お話ができるなんて嬉しいです。はい、いろいろお話を伺っていきたいと思います。はい、ということで、じゃあ車仙土裕貴さんにお越しいただきます。どうぞ。本ため。はじめまして、本ためのあかりんです。たくみです。はじめまして、車仙土裕貴です。よろしくお願いします。ありがとうございます。名前から連想するイメージと全然違う。可愛らしいお姉さんが。いや、なんかもう車仙土裕貴って聞いたら最初はこの世界にもう200年はいるんじゃないかっていう感じのイメージだったんですよ。もうあの革の手袋つけてそうな。いや、わかるな、わかるな。やばい、できて嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。私も嬉しいです。はい、この度はですね、はい、本ため文学賞のあかりん部門の大賞をお受けいただきありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。まあ、サクッとですね、はい、なんで選んだかっていうと、あかりんがですね、恋愛と地獄は近ければ近いほどいいっていう持論があるんですけど、まさに今回のこの愛じゃないならこれは何、そういう作品で私のために書いてくれたのかなって私も思ったんですけど。違います。皆様のために書いてます。皆様、読者の皆様のために書いてます。あかりんをはじめとする読者の、僕が似たどり先生の回でやったボケ使わないでください。同じやつ、はい、ひっくり返って同じことしないでください。でも本当になんかドンピシャな好みの作品でめちゃくちゃ楽しかったです。ありがとうございます。いや、そうおっしゃっていただくために書きました。あ、やっぱりこれあかりんのためじゃん。あかりんさんにね、本当にありがとうございます。ちなみになんですけど、一応こちらがですね、はい、あの対象の方がもらえる本ため特製ポロシャツなんですけど、はい、こちら一応あの受け取るも受け取らないも自由なんですけど、うん、受け取っていただけますか。あ、ぜひ。もう暑くなってきましたので来ますね。やった。ありがとうございます。ありがとうございます。お渡しを。え、これめっちゃ重いね。あ、じゃあこちら対象ご受賞おめでとうございます。ありがとうございます。本当に重いですよね。はい、
これ学問いただける、はい、そうなんですそうですよね、なるほど、そうそう、はい、書いてあるんですここにちゃんと、ちゃんと一応そうなんです、対象って書いてあるんで、はい、飾っていただいてもいいですし、はい、まあ、夏になってきたので来ていただいても、うん、はい、こんな感じでこんな感じで、はい、こんな感じかわいいです、ね、それになる、でも私たち刺繍入ってないんですよ、そうなんです、こっちの方がすごいんです、そう、こっちの方がすごいんです、はい、本当にまだあの大賞取ってないんで我々もらえないんですよね、はい、うん、ということでですね、あの勝手に授与しといてなんなんですけど、はい、今のお気持ちをお聞かせいただけますか、なんでだろう、なんでこれがあるんだ、受賞式ないとね、そうそう、まあ、授賞式的な感じでね、まあ、確かに本当の賞だったらなんかね、最初聞くからね、そう、自分が聞いちゃうから変な感じになるから、まあ、一応じゃあちょっと今回のそうです、ね、はい、感想を聞かせていただけますか、私こういう賞をいただくのが初めてで、本当にもうホンタメ大賞アッカリン部門が初めてなんですよ、初賞ですよ、だからすっごく思い出深いですし、あれ嬉しいなと思って、うわー、多分一生忘れることがない、うわー、ありがとうございます、恐れ多い、恐れ多い嬉しいですね、嬉しい、責任重大だね、本当に喜んでもらえててちょっとびっくりした、そうなんです、ね、うん、言っていただけるのが嬉しいです、いや、ありがとうございます、これからも誇っていきます、いや頑張ろいよいよ、まあ、でも今本ため文学賞大賞受賞されてる方ってだからもうこの世界に4人しかいないですからね、そうなんです、確かに、はい、すごい、誇ってってください、いきます頑張りたい、はい、頑張りましょう、今後も頑張ります、はい、私たちも、はい、よろしくお願いします本ため、さあ、じゃあ本についてのね、うん、ちょっと質問をそうですね、一番楽しみにしてるところですね、はい、していきたいんですけど、はい、今回もうまずそもそも恋愛小説っていうとこうなんか、ね、山あり谷ありあっても最終的には登場人物が幸せになるってものが多いと思うんですけど、そうじゃなくてなんでみんながもうこの先待ち受けるのは地獄みたいな恋愛小説を描かれたんですか？これはですね、はい、あの共感性が高い恋愛小説を書こうって思ったら、うん、必然的にそうなってしまったっていう、意外すぎ、そう、みんなに分かるって言ってもらいたいっていう気持ちを突き詰めていったら、うん、ああいう感じにまとまってしまったっていう、どうして自分でもそうなってしまったのか分からないっていう、ですね、そう、だから最初は地獄を書こうって思っていたんじゃなくて、等身大のこうみんなが共感してくれるような恋愛物語を書こうかなって思っていたんです、その世の中の恋愛地獄だらけでしたっけ、いやでもあの実際感想をいただくと、うん、いやこれはあるぞみたいな、でも皆さんの個人個人の体験と照らし合わせてこういうことあったとかこういうのがあった許せないっていうこう思い出し怒りをしてくれる方とかいらっしゃって、なんかすごく良かったなみたいな、みんなの地獄をこう引き出すことができて嬉しかったなって思いました、うわーそっか、やっぱみんな地獄好きっていうか経験してるんですね、共感に寄せてったら地獄になったってすごいフレーズ出たすごいフレーズ出ちゃった、うん、リアル地獄、あ、ちなみになんですけど今回結構みんな一作一作 の、 そのキャラクターがすごい立ってるなって思ったんですけど、はい、一番写真堂さんがお好きなキャラクターというか登場人物はいますか？私はあの健康で文化的な最低限度の恋愛に出てくるあの美空木絆乃ちゃんがすごく好きで、なんか私の中で結構恋愛の理想というかあんましんどい状況に置かれたくないんですけど、どこまででもそのために頑張るみたいな姿勢がすごく好きなので、あの書いていてやっぱりしんどいけど楽しかったですし、なんかこのまま突き詰めていってくれっていう気持ち、応援したくなる気持ちが一番高かったです、うん、あのあれですよね、好きな人のために全部費やすそうですね、自分の趣味も捨てて相手に合わせていくっていう、なんかすごいなっていう風に思ってあの子が、はい、も好きな人のために全部趣味を、うん、私もその趣味好きみたいなこと言っちゃうって、うん、もう捧げてるじゃないですか、本当それこそ捧げてますね、一緒にスポーツ観戦に行けるんだったら行きたいみたいな気持ちを、は結構普遍的なものだと思うんで、そこからこうエスカレートしていったのがあの結果みたいな感じですね、すごいですね、命かけてますね、命かけてます他にも好きなキャラいたんですか？私はあ、でも一番最初のやっぱあのアイドルの子バネルリちゃんはすごい可愛いなって思っちゃいました、可愛いですよね、はい、ファンの人のことを、うん、好きになっちゃってその結果普通だったらいかないでしょって思うけど、でも彼女はすごい必死だからこそあそこまでなっちゃうっていう、うん、
あのちょっとずるさもありつつの可愛らしさがめちゃくちゃ好きでした。うん、嬉しいです。ありがとうございます。したたかな女の子は可愛いなと思って書いてました。確かに最後のオチがめちゃくちゃ好きでした。うん、あの終わり方が一矢報いてやったぞっていう気持ち。読んで。すごいこの顔何この顔すごいいいから読んで噛み締めてる今この作品からちょっと外れしてる聞きたいんですけど、はい、キャセンダーさんの恋愛感が聞きたくてというのもなんかご自身のじゃなくてもいいんですけど何か持ってるものってありますか。恋愛感の中では、うん、前いろいろトークイベントとかでもお話しさせていただいたんですけど、うん、恋愛は健康に悪い、おなんかいい言葉出てきた。何ですかそれは。恋愛って基本的にしない方が私生活も正直充実すると個人的には思っていて、恋人を作ってこうそこに時間を割くようになると絶対に今までの生活とはクオリティオブライフが下がるなクオリティオブライフがそうかあんまり恋愛でクオリティオブライフの話出てきたことないよね初めて聞く平均としては下がるって思ってるんですね、そう絶対いろんなところに影響が出るし、うん、でもそれでもやらざるを得ないというか、うん、こう好きになってしまったらしょうがないみたいな、うん、なんかもらい事故のようなイメージが私にもずっとあるんですよね。すごい。ネガティブワードでたくさん出てくるもらい事故もらい事故出てきちゃったもらい事故だぞ面白い。恋愛をしたマイナスをちょっとずつプラスに戻していくっていうか。ああ最初スタートがもうこうなんですね。もうこうなんで、ああ生活変わっちゃったなっていうのが健康に悪くてもそのうちの方向に行っちゃうみたいな。行っちゃうんですよ。転がり落ちちゃうっていうイメージがすごい強いです。ちょっとアカリンとは違いましたね。まあそうですね。アカリンは地獄と近ければ近いよ。自ら落ちてくみたいなところあるけど。でもそしたらでもあでもそっかもらい事故じゃなくてもう自ら行っちゃう。行ってる。当たり屋じゃん。バーンって自分から行って。痛いってなって。当たり屋だったわ。たくみさんちなみに。え QOL と結びつけて話すの？どっちに近いとかね。まあ確かにでも最初に話したような趣味をなんか一緒にするみたいな話は自然とそうしていくようにしてるかもしれないです。うんうん、QOL を下げないために共通の趣味探したりとかはするかもしれないですね。だからもうこのこれをできるだけこうなだらかにこうする感覚かもしれないです。あなるほどな。はい、ちょっと恋話します？ねえ大丈夫ですか？恋バナしたそう。いやなんかもうそれなんか人のね恋愛感とか聞くのすごい好きなんですよね。写真がいっぱい出てきます。すごいの引き出せましたけどね今ね。だってもうだって作中でもいろんな恋愛感がみんなあるわけじゃないですか。今そのお話聞いてるとあでもどれもやっぱあり得る話だなっていう風になんか思っちゃったんで多分読んでる人がその分かるっていう共感度が高くなったっていうのすごいなんとなく分かりました。その感想がやっぱりすごく一番嬉しかったなと思います。うん、みんな死んだ思いしてるの。でも自分が経験したことないそういうなんか恋愛つらいものってどうやったら浮かぶんですか？書こうと思うんですか？そうですね。いやでもやっぱりみんな恋バナ好きじゃないですか。はい、人からこうお話を聞いたりとかしてなんかその中であこういうこともあるんだっていうなんか気づきのようなものを膨らませていくのがすごく多いですね。でも写真の先生とはやっぱあの恋バナしたら作品になってるかもね、うん、それを元にした。でもそういえばこの本為文学賞のノミネート記念かなんかで、はい、ノートの方にもまた一作短編上げていただいたじゃないですか。上げさせていただきました。あれノート書いてみましたってやつ見て、うん、なんかまあ多分 5,6 文ぐらいのやつかなと思って開いてみました。したらまさか下までバッてどんな勢いであるわ。申し訳ない我々もなんかびっくりしちゃって申し訳なくて全員あわあわしてました。いやもう本当に嬉しくてですね、書かせていただきました。すっごいびっくりでしたよね。びっくりなんか分量にもびっくりだし、うん、内容も、内容もそうそうなんかこの愛じゃないならこれは何の中の作品も全部しんどかったけどいやなんか一番しんどいやつ来たぞみたいな、うん、それを自分の喜びで書いてくる。そう喜びでって書いてあったけどどういう心理状態的にはどういうやっぱ全力投球しようみたいな気持ちがしんどさに現れたのかもしれないですいや嬉しかった。そうかなんかすごいなんかプラスとマイナスはつながってる、うんなんかね、つながってるんですかね。なんか表裏一体なんですね。表裏一体ですねこれそう
嬉しいな頑張るぞの気持ちが嬉しいな頑張るぞの気持ちがあそこまでしんどい作品になるんですかですねすごかったいや嬉しい思いすればするほどじゃああいうのが書けるという確かになのかもしれないねノートにね上がってるから、うん、ぜひ読んでみてください概要の方にじゃリンクを、はい、貼っておきます、はい、マジでしんどくてニヤニヤしながら読みました、うん、ハンタメなんか写真屋さんってあのツイッターとか見てると、はい、めちゃくちゃ本読んでらっしゃるあそうですねイメージでなんか多分私たちなんかよりも多分倍ぐらいの量読んでらっしゃるなというふうに思ったんですけど、うんうん、月何冊ぐらいあれ読んでらっしゃるんですか月28から30ぐらいで一冊ペースで頑張ってますえやばくないですかええ本当でもこの境地には絶対立てないと思ってえ聞き間違い月に30冊ぐらいはあの読んでます無職とかならねまだねそうもう、ね、リタイアしてるもうファイアしてるねそれも私もちょっとよく分かんなくてだって写真屋さんで1日にめちゃくちゃ分量もすごい書かれるっていうふうに聞いたから、うん、どうやって時間作ってるんですかでもそれ以外のことを何もしてないからできることなんですよって言ってでリタイアっていうのを別に間違ってなくてそんなにそれ以外のことしてないからこう他のいやいやいや日常のほど全部リタイアしてたから日常のほど本読むかと思って読んでるんですよねすごいでもそれは楽しくて読んでるんですかそれともやっぱ作品に生かすために読んでるんですかあのどっちもですねやっぱりこう作品に生かしたいなって読む時もありますし、うん、なんか仕事が疲れたなと思ったらとりあえず本を読んで、うん、こう英気を養う仕事疲れて本読むんだだって仕事って本の仕事ですよねそうなんです確かにすごい本当に活字にどっぷりな感じですねそうですねじゃあもう起きてる時間って文字見てない方がレアなんですねあレアですねえやばじゃ今レアじゃん今大丈夫ですかなんか文字あもうこ文字台本だから台本を手元に置いてるすごいそれはちょっとびっくり月に30とかはだからなんか私あの写真堂さんの読んだ本の感想の日記みたいなあそうなんです、ね、講談社さんで読書日記をやらせていただいたんですけど適任すぎるな それ読んでるのめちゃくちゃ楽しいですすごい量の作品出てくるじゃないですかいやでもあれは本当にそれこそあかりんさんみたいに自分の推し本を読んでくれっていう気持ちで書いてるのですごい楽しいです賞できそうですね写真堂書ものすごい中から選んでるからねそれなんか最近読んだ本でなんか面白かった本とか何かこれ自分が参加してるアンソロジーだからあんまり紹介するのもあれかなと思ったんですけど、はい、あの異形コレクションのあの最新刊のギフトっていうのがすごく面白くて、はい、音の作品も粒揃いというかもうなんか傑作選みたいな出来になっていて、うん、それを読んだ時にうわ面白いなって感動しましたうわ顔顔でも私異形コレクションのあの表紙がすごいいつも素敵だなって思っててすごいおしゃれですよねめちゃくちゃ可愛いんですよなんかあかりんが好きそうなまさにあかりんのために書いてもらったのかなみたいな勘違いはすごい表紙なんですよ表紙からして見たらわかると思うみんな先ほど紹介したギフトの表紙なんかすごく可愛くてでもちょっと怖くてみたいなすごく塩梅が可愛いのでよろしくお願いしますあかりんもすぐに読めますぜひぜひはいありがとうございます逆に昔読んだ本で影響を受けた作品知りたいんですけど影響を受けた作品は佐藤優也先生 のフリッカー式という小説であの最近佐藤優也先生20周年の記念として復刊された鏡家サードのシリーズの1作目なんですけれどそれにすごく影響を受けましたそれはいつ頃読んだんですかそれはあの中学生の時だったんですけどとにかくあの文体が新しくてなんかかっこいいっていう、うん、今でも全然古びないかっこよさとおしゃれさがあってなおかつあの構造的にもすごくミステリーとして面白い作品となっています、うん、なのでぜひフリッカー式もお願いします読みます読みます著作品本当すごいすぐに進めていただけますか、うん、あと千堂さんが早峰先生も好きっていう風に聞いて、はい、いやすごく大好きなんですよ我々も好きなんですよここで、はい
共通の、はいね、小さい頃から読んでたので。ちなみになんか誰が好きとかあります？どのシリーズが好きとか。どのシリーズが好きかな。私が一番ハマってたのは怪盗クイーンです。あら、あら、はい、あ何やってんの、何やってる。すぐそうやって作家さんと距離詰めようとしてずるいね。だって怪盗クイーンだよ。怪盗クイーンですからね。本ためのグループラインがあるんですけど、はい、そこで怪盗クイーンのスタンプ取ったんです。はい、すごいいいですし、怪盗っていうものにすごい憧れを抱いたのも怪盗クイーンからだったなって。あでもね、夢水清志郎シリーズとかめちゃくちゃ良かった。もう僕の本当にミステリー好きのきっかけみたいなところありますね、夢水清志郎シリーズが。はい、だからあれに影響を受けすぎて僕も記憶力ないふりしてる時期があります。可愛い忘れたふり、いや忘れちゃうんだよね、あんまり覚えてられなくてって言ってやってる時期ありました。ちょっとね、いやいいな、良すぎる。なんか青い鳥文庫トークしたい、このまんま。そうなんです、青い鳥文庫本当にね、良かったんですよね。三つ子のふりとかしてなかった？三つ子のふり、いやでも私三つ子いるんだよねって、あの靴の置き方あるじゃないですか、1巻目の一番最初にあれで三つ子って置き方、ね、そうそう分かるやつ、はい、あれ、あ、なるほど、そういうことをすれば別の人に思われるんだって思った。一人で三役やったんだ。やってんじゃん。やってんじゃん。青い鳥黒歴史シリーズありですね。いやちょっと今度やりましょうか。うん、その時にぜひゲストで来て。ゲストで来てほしいな。黒歴史を明かしに来ました。あやってほしい。ミステリーに影響されてなんか黒歴史みたいなことありますか？いやそもそも私はミステリーを読んで、うん、おミステリーってかっこいいからミステリー作家になろうと思って。書いてたことがあるんですよ、それで天才かもしれんと思って作ったトリックが一回家を建てて、はい、もうそれを犯行サイトに焼いてもう一回一夜のうちに建て直して別の家にしちゃうみたいな、はい、無理だろうと思ってその当時私は本当にいやこれは次世代の名探偵作れちゃうと思ってでも普通はね、だからなんか子供の頃ふざけてミステリー書いてみたって黒歴史になるけど、うんうん、今があるから、そうそうミステリー作家さんだ、一番かっこいい、そう黒じゃないんだよな、ね、もうそう、え、それ今見れないですか？今は本当に実家の倉庫の自由帳にうわすごいあるすごい面白そう、達人さんの一番最初の作品です。一番最初の作品でそんな壮大なトリック浮かぶんですか？そう、いや無理だろうみたいな、でもみんな気づかないからこう警察とかもなんてことだみたいな感じがあってなんてことだ嘘だろすごい面白い、新しいですよね、うん、一回壊して建てるね、壮大、うんうん、これ見てる人は使っていいのでこれもいいんですか？いいんですか？使ってください。でもどっかで返したらあれこれ茶禅堂さんが言ってたやつかなと思いません本ため、はい、ということで質問お答えいただきありがとうございました、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。すごいなんか満足しちゃった、うん、質問まあねだいぶね実は予定している数の2倍ぐらい質問しましたけど本当だ、はい、怖、はい、ということですね、はい、本日はお忙しい中お越しいただきありがとうございました、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。本当ですか、はい、そう言っていただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。嬉しいです。それですね、見てくださってるハードカバーの皆さんによかったら何か告知できることとかあったらぜひぜひ。はい、4月25日に発売された号の SF マガジンに新作 SF 短編 の, ボーンレコードというものを載せていただいているので、よければぜひお手に取ってみてください。はい、読みます。はい、もうぜひお願いします。すごいですよね、なんかその SF 書いたりそれこそミステリー書かれたり恋愛小説書かれたりっていう、めちゃくちゃ幅広いですね。いやもうその時書きたいものを書いているんですが、そういう環境を、ね、与えてくださっている皆さんにすごく感謝です。素敵な人すごいすごい。なんか今日の本ための収録どうでした？楽しかったです。楽しかったです。あ嬉しい。またねこう呼ばれるように頑張ります。あもう全然いつでも来てください。いつでも喋りましょう。ぜひ、うん、ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ですね、これからも締めの挨拶をするんですけど、はい、それをですね、うん、一緒にやってもらえたりしますか？あ、はい、もうぜひよろしくお願いします。ありがとうございます、はい、じゃあ説明担当の赤輪が。いやすごい、今だからそれで匠さんに振ろうとしたんじゃん。一応締めのポーズ説明担当の赤輪がいますので、はい、はいはい、あじゃあ説明しますね、はい、本を開けてたのを閉じてバイバイってするだけなんですけど、はい、言葉がいつもそれでは次回またお会いしましょう。え本当に
説明担当大丈夫ですか。いつも記憶が飛ぶんですよ、これやってると。じゃあ、次回それではまたお会いしましょうです、はい、で手振ってくれたら OK です。はい、ということでですね、今回は本為文学賞2021年下半期あかりん部門の受賞作家写仙道ゆうきさんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。でですね、本為文学賞は2022年の上半期そして下半期とやっていきたいと思ってますので、はい、皆さん応援のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。この動画が面白いと思ってくれた人は高評価、チャンネル登録、コメント、あと、本為の公式のツイッターもやってるんでフォローよろしくお願いします。はい、お願いします。ということで次回またお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。